爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第8節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。デコ、ミョルゴ、川上、サネッティ、アルメイダ、エスピマス、ハーティ、ナハデカル、イナン・コルドナ、ミナンダ、トルド、エレフテロプーロス、ベルムテス、アナトラキス、ベネティディス、マフロゲニディス、パチャチョグルー、カランブー、ジョルレビッチ、ジャナコプーロス、ゼッターベル、ジロマン。いよいよキックオフです。ドリブルで上がる、ゴール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 、ダイナミックゴール、まさに電光石火、あっという間にゴールが決まりました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ナイスファイト。主審ファウルを取りました。これはイエローカード。丁寧にプレーしてほしいですね。センターバックのチームメイトに喝を入れます。ゴールの垂直線、素晴らしい追加点。ロー VTR でご覧ください。思いっきり曲げてきた。イナン・コルドナ、エスピマス、ドリブル、いいパスだ。川上、ボールを囲ん、ゴール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 、決まった。ハットトリック達成。我々は幸運と実力が結晶する歓喜と刹那を見届けた証人でもあり、ジャナコプーロス、ドリブル、イナン・コルドナ、アルメイダ、ガンガンプレスをかけます。主審笛を吹いた。エレフテロプーロス、これはイエローカード。
PK を与えられました。アンビリバブルゴール。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。スライディング、前半30分過ぎました。中へ上げた、シュート。主審がファールを取りました。キーパーが指示を出しています。ビューティフルゴール。得点は6対0。さあもう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。カランブー、これはファールです。マフロ、戻して流れを止めた。大きくクリアしました。ゴールです。得点は7対0。さあもう一度見てみましょう。ニョルゴ、パスをつないで様子を伺います。ジョルレビッチ、スライディング、ベルムテス、エスピマス、さあここからどう攻める。いいボールが出た。シュート、アンビリバボール、ミラクルゴール。もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈してきました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。彼は本当に視野が広いですね。ここで笛です。前半終了。
前半戦までの途中経過をお伝えします。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。右へサイドチェンジ、ドリブルで上がる、危険なタックル、キーパーが指示を出しています。ビューティフルゴール。さあもう一度見てみましょう。思いっきり曲げてきた。マフロゲニディス、エスピナス、サネッティ、スロー VTR でご覧ください。サネッティ、動き出しが素早いです。一旦サイドチェンジ、よく見ています。ジャナコプーロス、ニアだ、ヘディング、とっちゃ、ゴル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 、ダイナミックゴール。すごいスコアになっています。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。ジャナコプーロス、ファーサイドに上げた、ヘディング、ゴールド、エスピナス、ナイスファイト、サネッティ、レコル、ガンガンプレスをかけます。ギュー、見たか、ゴール。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、リザーブの選手が体を動かしています。川上、味方が探してますよ。フォローが遅いですね。シュート、主審にファールを取りました。パチャチョグルー、イエローカード。交代した選手がサポーターの声援を受けています。キーパーの指示が伝わる。マジックゴール、ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。思いっきり曲げてきた。
流れを止めた。ニョルド放り込んできた。ゴール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 ダンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。ジロマン、計測したフォーメーションを突き破るドリブル。よく前を見ているベルムテス。入った。ゴール。ブリリアントゴール。すごいスコアになっています。さあもう一度見てみましょう。サネッティ。スローインです。危ない。ニアポスト、シュート。キャッチできない。これは気をつけないと。よくしのいだ。スローインです。ゼッターベル。ここで試合終了の笛が鳴りました。圧倒的な強さで1勝を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。